液体燃料ロケット。液体燃料ロケットは、液体の燃料と酸化剤をタンクに貯蔵し、それをエンジンの燃焼室で適宜混合して燃焼させ、水力を発生させるロケットである。単に液体ロケットとも呼ばれる。人工衛星の姿勢制御エンジンなど一部には、過酸化水素やヒドラジンのように、自己分解を起こす、推進剤を触媒等で分解して噴射する。 簡単な構造の一液式のものもある。液体燃料は一般的に燃焼ガスの平均分子量が小さく、固体燃料に比べて、非水力に優れている上、水力可変機能、燃焼停止や再着火などの燃焼制御機能を持つことができる。また、エンジン以外のタンク部分は単に燃料を貯蔵しているだけなので、特に大型のロケットでは、 構造効率の良いロケットが製作できる。一方、燃焼室や噴射器、ポンプなどの機構は複雑で、小型化が困難なので、小型のロケットでは、同規模の個体ロケットに比べて、構造効率は悪化する。また、推進剤の種別によっては、腐食性や毒性を持ち貯蔵が困難であったり、極低温なため断熱や蒸発したガスの管理。 蒸発した燃料の補充などで取り扱いに難があるものもある。液体燃料ロケットの概念が最初に登場したのはコンスタンチン・ツオルコフスキーによって1903年に出版された日本語に分けすると反動装置による宇宙空間の探求。英語ではリサーチ・オブ・ワールド・スプイセス・バイ・ジェット・ディバイセスに掲載されたのが初めてである。ツオルコフスキーが考えた。 液体燃料ロケットは燃料として液体酸素と液体水素を使ったもので現実に作られることはなかったものの彼は多段式ロケットやロケットに必要な方程式などを現在のロケットに必要なものの基礎を築いた1926年ロバート・ゴダードが液体酸素を酸化剤に用いたロケットを実験したこのロケットはアルコールと 液体酸素を燃料にする方法だったが、ノズルが上にあり、燃料タンクは下にあった。これは、ジャイロスコープなどの誘導装置を持たない場合、コダートが下から持ち上げるより上から引っ張る方が安定するからだと考えたためであった。しかし実際には重心を下方に置きすぎたために横に飛ぶ状態になり、飛翔した時間は約2.5秒。 距離約56メートル、高さ約12.6メートル程度であったが、それでも液体燃料ロケットとしては初の飛行であった。次に本格的に計画された液体燃料ロケットはドイツのヘルマン・オーベルトが映画ガツ世界の女ように制作した液体燃料ロケットである。これは映画撮影用の模型であって飛行能力は持たず、 制作途中に事故で破損してしまい、オーベルトは失意で故郷トランシュルバニアに帰ってしまった。しかしオーベルトの考え方に間違いはなく、1930年7月23日には2分割式の燃焼室を持つ塩水型ロケットエンジンを開発し、ドイツ国立科学工学研究所で燃焼実験に成功させているし、第二次世界大戦中は V2 ロケットの研究に携わり、戦後はフォン・ブラウンの勧めもあって、アメリカに渡って軍事用ロケットの研究に携わっていた時期もある。実際に液体燃料ロケットが世に出たのが、ナチスドイツが報復兵器と名付けた V2 ロケットである。ベルナー・フォン・ブラウンや、先のヘルマン・オーベルトなどの科学者、技術者が中制作した。このロケットは、アルコールと液体酸素を燃料にし、 ジャイロスコープとアビオニクスにより誘導され、ロケットエンジンの下にある水力変更板、ジェットベーンにより向きを変えれるという現在存在する液体燃料ロケットの原型とも言える構造をしていた。世界大戦終結後、露角された V2 や多くの科学者、技術者はアメリカとソ連に連行され、それぞれの地で V2 と同じような液体燃料ロケットを製作し、 冷戦の軍拡競争で作られた弾道ミサイルとしてのノウハウを広めることとなる。現在でも飛ぶ方向を決めるものが水力変更版からジンバル機構になり誘導装置がジャイロスコープからレーザージャイロや GPS、アビオニクスがデジタルコンピュータになるなど時代相応の技術は継ぎ込まれているものの基本的な概念や構造はナチスドイツの部位に ひいてはツヨルコフスキーの描いたものと同じである。液体燃料ロケットのエンジンは燃焼室、噴射器、点火器、ノーズル、ポンプ、タービンなどの部分からなっている。一般に固体燃料ロケットより部品点数は多くなる。液体燃料ロケットでは高圧の燃焼室へ推進剤を送り込まなくてはならないから何らかの方法で推進剤に高圧を加えなくては ならない。極めて簡便な手法としては、高圧の不活性なガスをタンクに送って推進剤を加圧するガスを手法があるが、ガスを手法では高い圧力を得にくいだけでなく、推進剤のタンクの強度が必要なため大型化すると構造体の重量が増えるので、より高性能のエンジンではポンプで推進剤を加圧するターボポンプ法が取られる。 この時ポンプの駆動力を得るにはいくつか方法がある。V2 ロケットでは、ロケットの推進剤の他に、ポンプの駆動用動力として、過酸化水素とカマンガン酸、ナトリウム溶液を用いており、それぞれ専用タンクに収められていた。両者が混合されて発生する水蒸気がタービンを駆動し、連結された推進剤ターボポンプを駆動した、バルター機関。 この方式では推進剤以外のタンクを必要として構造が煩雑になるという欠点があった。高温の燃焼室もしくはノズルの周囲に冷却のため推進剤を送り、そこで加熱され気化した推進剤でタービンを駆動した後にタービン駆動に用いた推進剤と合わせて燃焼させる方法はエキパンダーサイクルと呼ばれ、信頼性が高く剣道性を備えており、制御不能に陥る。 可能性が低いので上段ロケットや H3 ロケットの LE-9 エンジンに採用される。また、推進剤の一部を燃焼させ、その燃焼ガスでタービンを駆動させる方法もある。これは、ガスジェネレーターサイクルと呼ばれ、比較的単純な構造で推進剤を送り込むことができるのが長所である。しかし、タービンの駆動に用いた燃料の一部はそのまま、 排出されて推進力とならないので、エンジン全体として、被水力を大きくできない欠点がある。スペースシャトルのスムやジャクサの LE-7 では2段、燃焼サイクルが採用された。この方式はまず液体水素と少量の液体酸素を、プリバーナーと呼ばれる小型の燃焼室で燃焼させ、その水素リッチのガスによって、タービンを駆動し連結されたターボポンプを回した後、 ガスを燃焼室へ送り込み、さらに液体酸素を加えて燃焼させる。また、炭化水素系の燃料の場合には、プリバーナーでの燃焼時に、酸素リッチのガスを生成して、タービンを駆動して、主燃焼室で燃料を加えて燃焼させる。タンク系は、最小で済み、推進材全量を水力に利用できる利点があるが、燃料配管やタービンは複雑になる。また、 ターボポンプ内のポンプ区画とタービン区画の機密の保持が極めて重要で推進剤が出ると事故につながる。これらの問題点を解決するために燃料用のターボポンプは燃料リッチのガスでタービンを駆動し、酸化剤用のターボポンプは酸素リッチのガスでタービンを駆動することにって多少、酸化剤が漏れても影響を抑えるフリフロー2段燃焼サイクルが開発されつつある。 液体燃料補助ロケット内の推進剤を一段目の主ロケットに供給することにより、補助ロケット切り離し前に主ロケットの推進剤の消費を抑え、打ち上げ能力を高める。ソビエトの UR-700 で計画されたが、実現せず、ファルコンヘビーで予定される。大量の推進剤が燃焼し、噴射される。 燃焼室やノズルは極めて高温となるので、耐熱材料を使うだけでは不足であり、より積極的に冷却を行う必要がある。そのために、推進剤の通った配管で取り巻いて、熱を奪い、使った、推進剤は、燃焼に用いる再生冷却、多孔質の材料から推進剤を染み出させて、冷却する発管冷却、冷却したい部分の表面を推進剤の薄い流れで、覆って冷やす。 フィルム冷却などが用いられる。融点が高く熱容量の大きな材料で多い、その材料の溶融気化や炭化で熱を奪う、アブレーション冷却も一で用いられる。代表的な液体推進剤は、以下のものが挙げられる。第二次世界大戦で使用された V2 ロケットは、酸化剤として、液体酸素が燃料として、エタノール75%と、 水25%の混合物を使用していた。戦後のミサイルでは燃料はケロシン、ヒドラジン系に置き換わり、酸化剤は硝酸系に置き換わっている。液体フッ素の使用やリチウムの添加などの現行のものより、被水力の良い水深剤も提案れているが、毒性や取り扱いの観点から現実的ではない。これらの燃料と酸化剤とを適に組み合わせて使用するが、 性能や取り扱いの上から、あるいはノウハウや、経験の蓄積、といった点から、現在の主要な液体ロケットの多くは、以下の3種の組み合わせある。推進剤として、小酸類もしくは四酸化に窒素を酸化剤とし、ヒドラ人類の燃料を用いる場合、被水力は、液体酸素、ケロシン系より劣るものの、ロケットの燃料体育内に、常温で長期間貯蔵が可能でる上、 自己着火性、ハイパーゴリックを持ち推進剤を混合するだけで、点火するため点火器が不要になり、確実性に優れ、再着火も容易である。このため即応性が必要とされる弾道ミサイルや、確実性の必要な人工衛星や、宇宙船の姿勢制御用のスラスター、複数回の着火を行い複数の衛星を、軌道投入する上段ロケットなどに使用される。欠点としては、 小酸や四酸化日素、ヒドラジンも腐食性や毒性が強く、タンクの腐食や発生する毒性ガスに留意する必要が挙げられる。燃料の漏洩による重大事故は過去何度も発生しており、1980年9月18日のアメリカのアーカンソー州リトルロック空軍基地での事故では、点検中のタイタン E サイロ内に不注意で取り落とした工具ミサイルに当たり、 燃料タンクが破れて、ガス漏れから爆発に至り、核弾頭を空中高く吹き飛ばす事態となった。タイタン E はこの他にもいくつかの重大事故を起こしており、結果的に退役が早まることとなり、タイタンの退役によって、米空軍からは液体燃料の弾道ミサイルがなくなった。また1986年10月3日には、後に、ピーター白ゼンの 敵対水域で有名にな旧ソ連のヤンキー1型戦略ミサイル原子力潜水艦、K、K-219 での RSM-25 潜水艦発射弾道ミサイルからの燃料漏れ事故が発生しており、火災によって同艦が沈没した他死傷者多数を手自体となっている。また、火星探査機のマーズオブザーバーにおいては、この酸化剤と燃料が混ざると着火する。 ハイパーコリック製が、あだとなり、燃料、もしくは酸化剤が逆流して、他方と混ざったために爆発したと言われている。旧ソ連ロシアでは現在でも4酸化に窒素、ヒドラジン系の液体燃料を用いたミサイルが、多用されている。これは、旧ソ連では、性能の良い固体燃料ロケットの開発が遅れた。影響もあるが、旧ソ連が、貯蔵可能な液体燃料ロケットを独自に、 安定的に運用する技術を獲得した成果だと捉えることもできる。液体酸素酸化剤、ゲロシンを燃料とするロケットは燃料の調達も取り扱いも容易であるという理由から古くから用いられてきた。低温の液体酸素を使うため燃料をタンクに貯蔵したまま保存することはできず、被水力はヒドラジン系にまさり口実の液体酸素、液体水素系より劣る。 しかし、液体酸素、液体水素系より推進剤の密度が大きいために、水力が大きくて寸法が小さく、構造効率の良いロケットを製作できることから、衛星打ち上げロケットの第一弾として、単体で使用することに向いている。液体酸素を酸化剤、液体水素を燃料とするロケットは、現在実用されている液体燃料の推進剤の組み合わせでは最高の、非水力を持ち、 そのために、特に衛星打ち上げロケットの2段目や3段目にこう、用いた場合、他の液体燃料よりもペイロードを増大させることができる。しかし、液体水素の密度は、水の1、14と極めて小さく、それを収めるタンクは極めて大きなものとなって、構造効率は大きくなる。また、沸点が低、摂氏252.6度と、極低温の燃料であり、 燃料タンクには断熱を施さねばならず、極低温による金属の収縮、低化を考慮しなければならない。燃料ポンプ、ターボポンプは、極低温で動作しなければならない上に、二段燃焼式の場合、駆動タービン側は高温になるため、極端な温度差に加えて、猛烈な振動の環境下で確実に動作する、高度信頼性が求められる。ロケットへ燃料を注入した後は、 タンク内で蒸発した燃料ガスの圧力を逃がすために外部へガスを排出しており、また、ロケット本体の断熱が完全ではないため空気中の水分がケットの外部に少しずつ氷結していく。このため時間とともに燃料が目減りし、ロケットが重くなっていくことになる。加えて、ターボポンプの流量や回転数の問題から液体酸素、ケロシン系のエンジンに比べて、 大水力のエンジンを製作することが難しいので、衛星打ち上げロケットの第一弾に、これを用いる場合、重力損失を軽減するため、固体ロケットブースターを深手水力を増強し、液体酸素、液体水素エンジンそのものは、固体ブースターで航空に持ち上げた後の加速を、主眼に置いて設計する、などの手法が必要となる可能性がある。代表的なロックス。 LH2 エンジンには、第一弾用としては、NASA、スペースシャトルのメインエンジン、ESA のバルカン、JAXA の LE-7A、上段用としてはの NASA の J-2 や、RL-10、JAXA の LE-5B などがある。スペースシャトルや種子島宇宙センターのロケット、打ち上げ時に出る大きな雲状のものは燃焼ガスと注水の水、音響と熱による、 発射設備の損傷防止用の湯気の霧の混合物である。打ち上げの写真を注意深く見ると、固体燃料燃焼ガスの茶色い雲、塩酸霧ガスと真っ白の水の霧の2種類がわかる。水霧の一部は液体酸素液体水素メインエンジンの燃焼による水蒸気由来である。メタンを推進剤として使用した場合、液体酸素ケロシン推進系と比較して、 液水力が10秒高く、沸点が 91K の液体酸素と近い 110K であるため、タンクの推進剤間の断熱が不要である。また、液体酸素、液体水素推進系と比較して、液体水素よりも密度が大きいため、タンクを小型化でき、液体水素よりも沸点が高いため、断熱が容易である。また、推進剤を供給する。 ターボポンプの液体酸素ポンプとの断熱が不要で、同軸上に配置することが可能になり小型化が可能である。また、液体水素よりも入手が容易で、廉価で充填時に、気化する量が減り、扱いが容易である。また、マーズダイレクトにて提案されたように、火星の二酸化炭素が、主成分の大気と、水素から触き反応により、メタンを生成することも可能である。 液体酸素と液化天然ガスをロケットの燃料として使用する例はかつて1970年代に速度記録を樹立した等があった。一時期、LNG 推進系の開発は滞っていたが、近年、各国で新たな LNG 推進系の開発が進みつつある。日本では GX ロケットの上段ロケットとして開発が進められ、二千九年七月に l e 八の 燃焼試験が成功理に完了した。アメリカでも計画が中止されたコンステレーション計画において当初月面着陸機にメタンを燃料とするエンジンの搭載が検討され2007年には NASA の支援を受けたザッカー社で燃焼試験に成功た。スペース X 社では現在フルフロー2段燃焼サイクルのラプターを開発中である。ブルーオリジン社では BE-4 を開発中である。ロシアとヨーロッパでもオールがエンジンを共同開発中である。韓国では2008年に C& スペース社がロシアとの技術協力の元水力10トンの LNG エンジンであるチェース e 1 0の開発に成功した。これまでに燃焼試験された化学系推進剤の中で最も被水力が高いのはリチウムと 被水力を向上させるフッ素に水素を加えた組み合わせである。それぞれの水深剤は、それぞれのタンクに貯蔵される酸液水深系である。この組み合わせにより、真空中での被水力は542秒を得られ、噴出速度は秒速5320メートルである。これほど優れた水深剤が一般的に使用されない理由は、 三種類のそれぞれの液体推進剤を、水素は低、摂氏252度、リチウムは摂氏180度で液状に保つ必要があるからで、ある。リチウムとフッ素は両方とも腐食性が強く、リチウムは空気と触れるだけで発火し、フッ素は大半の燃料と接触するだけで点火し、水素は自己着火性ではないが爆発の危険がある。 排気ガスに含まれるフッ素とフッ化水素は強い毒性を持ち発射台周辺で作業することを困難にさせ環境に悪影響を及ぼし打ち上げの許可を得ることが困難であるロケットの排気も同様にイオン化されロケットとの無線による通信を妨げるリチウムとフッ素は効果的証であり実際にこのような用途には十分に問題であるこの組み合わせで打ち上げられたことはない 混合比の詳細、推進剤を加熱したり触媒等で分解することによって生成されるガスを噴出することにより、その反動で進む。水素ガスを原子炉で加熱して噴射する、原子力ロケットや電離して加速する、イオンエンジン1液推進系の範疇に含まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。